山本周五郎暗がりの弁当よりある霊場たち必要があって特殊酒場というのをだいぶ見学して回った酒類を売り特別なサービスをする霊場たちがおり瞳とか〜何々バーとかいう看板が掲げてあるのだから 特殊酒場というのだろうと思うが他に正当な呼び方があるのかもしれないその点はよくわからないしどうもその点をはっきり呼び分けるわけにいかないようなまたは呼び方なんかどっちでもいいじゃないかといったふうな自由民主的な仕組みになっているようにも感じた私の見学は ごく小規模のものに限られていた。それは、その必要があったからで、所在は横浜で2カ所、東京の西南で2カ所、都合4カ所であったが、東京西南の1カ所は大規模であり、念のために見学はしたものの、これは全くお門違いであった。というわけで、ここに適用する事柄は、 他の同種のそれとは趣をことにするかもしれないということをお断りしておきたい見学の用意として私はシャレ本の23を読んでいた江戸末期でしょうの大根畑とか上の山下とかいった類の丘場所の中でも極めて安直な例を占したものであって 実は、そういう業態の上司を、現在の特殊酒場の業態の中で捉えてみたかったのである。一人で見学するほどの勇気はないので、私はそっと若い友達、時には二人も同行してもらったし、時期は秋から春にわたっていた。若い友達の中には、 指導のつわものもいたのであるが、それほど小規模な場所を知ってはいなかったし、みんなかなりな程度まで驚いたようであった。もう勘弁してください、などと弱音を上げた者も,もいたが、そして私はいくつかの収穫を得たのであるが、それはここでは述べる必要がない。私が驚いたのは、 そこで働いている霊場たちの働いている条件についてであった。原則として、この種の境遇に入るものは、親兄弟のためとか、病夫と子を養育するためとかいう負担があり、身を落とすという観念が付きものであった。ところが、私の見学した範囲では、そういう負担を持っている例が少ない。 20例の中だと3例くらいあるが10例の中では1例あるかなしという程度でまた身を落とすなどという封建的観念に至ってはどこのどの令状からも感治することができなかったここにこそ真の自由民主主義が生きているのではないかと私は思った 彼女たちの大部分が彼女たち自身の選択によってそこに働いているのである。家庭が面白くないとか、姉の夫と恋愛をして姉に見つかって居づらくなったからとか、率直なのはただなんとなくというのさえあった。では彼女たちがニンホマーニアか何かであるかというと、 そうとおぼしい例は一例も少なくとも私の席巻した中にはないようであった。各自がそれぞれの生活条件の中でごく簡単に割り切ってそこへ入ったのである。私の自由よといった感じでもちろん自由民主社会の原則として そこには、甚だしい作詞さえも存在するくらいであったが、女性は解放されたと私は思った。これに対して、男性の方はどうであろうか。依然として、家庭や家族の漆黒を追い、就職難に痩せ、失業に怯え、生活苦と戦わなければならない。もし仮に、 かの霊場たちのような単純な理由で、えい、と家出でもしたとすれば、彼は即日職に窮するであろうし、窮した挙句は犯罪者になるのがオチであって、断じて霊場たちのごとき安楽な業態にありつく希望はないのである。しかのみならず、軍備再建などという、 超重量の荷物まで背負わされるとあってみれば、男性の解放は永久に絶望であると言わざるを得ない。などという尋常を極まる考えに浮き当たったほど、かの霊場たちは自由奔放に見えたのであった。以上の事実は、社会改良や旧強風会派の人たち、 また、感性よりも批判性を重んずる人たちとは意見が対立することと思うが、そういう人たちと私との意見が合致しようと対立しようと、かの霊状たちが現にかのごとくあるという点には、何の変化も影響もないであろう。私はその必要があるので、なおしばらく、 見学を続けるる。つもりである電気製品について私は決して半文化主義者ではないつもりであるが十年ほど前まではシンプルな生活態度の方が好きであった夏などどんなに暑くても扇風機をかけたことがなかったし 冬は寒いのが好ましいくらいで、暖は手あぶりを置く程度で十分足りた。私は日の上がらぬ前に仕事にかかる。寒中はさすがに指先がかじかむほどだが、息を吹きかけ吹きかけして原稿を進める方に張り合いを感じた。私は正浪に晴れ上がった日よりもむしろ 雨や風や、あるいは雪が降っている日が好きである。彼らは自然が現実に生きているということをじかに私に訴えかけているように思われるし、だから雨の音で目が覚めた朝などはご機嫌になって、まず一杯やりたくなるような気分になる。それが雪だったりするといっそ上機嫌になり、 原稿の締め切りが過ぎているために、さぞ渋い顔をしているであろう各社の編集者諸君のことなども忘れたふりをして、雪見酒を飲まずにはいられない心境になるのであります。ところが、数年来、やはり年ですかね。地震のあった寒さにもめっきり弱くなり、 書斎の隣の板敷きの六畳間に掘りこたつを作ってもらい、そこで仕事をするようになった。これだと膝が疲れた時は随時伸ばせるし、座机よりは便利である。熱源は絶対に電気で、電気ならば一酸化炭素にやられる心配もなく、時々スイッチを点滅させて、 適当に温度を調節もできる。冬は明け方の五時から六時までが最も冷え込みが厳しい。そんな時は隙間風を防ぐために小さな赤外線の電熱ストーブを背後に置く。といった体制で冬を過ごすのである。一昨年の夏でしたかね。 とうとうルームクーラーというものを入れてもらったクーラーと扇風機を併用して部屋中に空気を回すようにすれば一段と効果的だということもまもなく知った仕事も割り方はかどったように思えたし仕事を進める上で余計な抵抗はなるだけ少ないのに越したことはないので今では冷房装置は 私にとっては贅沢品という意味ではなしに必需品として愛用している私は仕事をしながらよくトランジスタラジオをかける番組は大抵西洋音楽のクラシックで小さい音で聞く周囲の雑音がその音楽に吸い取られるようで仕事に精神を集中させるのに非常に効果的である このラジオをハイファイにつないだテープレコーダーに連結させるとちょっとしたステレオぐらいには聞こえるということも発見したテープレコーダーは3年前に仕事場に運び込まれた別に自分の声を吹き込んでニヤニヤしながら「俺の声はもっといいはずだがな」という感想を漏らしたりして聞くために買い入れたのではありません テープに吹き込んだ音楽をかけるのが目的であった長男がアメリカ文化センターからいろんな曲を録音してき中には30年前に私がそれを聞いて心底から感銘したラベルのダフネとクロエなどもあって当時の感動を今更のように新たにしたものであるテープレコーダーの音楽は 蓄音機と違って、針の音がしないのが神経に触らないし、音盤を番旅裏返す手数もなく、長時間聞けるのが気に入っている。けれども三年も経つと、レコーダーも老人になるのでしょう。時々、謀反を起こしては、途中で休止してしまうのには並行する。 電気に強いと自称する長男などは、どうともなっていませんよ、などと言いながら、ちょっと触ると本当に何事もなかったように回り出すのは不思議であるが、機械にも気まぐれというものがあることを知ったのはプラスにしても、取り扱う人によって態度を変えるのはどうも不公平ではないかとも思うのであります。 私は仕事の後、ウイスキーの水割りを飲む。水割りに入れる氷は、電気冷蔵庫のは臭いし、密度が荒く、頼りない感じで、氷屋の硬いのでないといただけない。従って、仕事場に電気冷蔵庫はないのであるが、最近、冷蔵庫と反対の、温蔵庫というのが売り出されたらしく、 テレビで知ったかみさんが、今度はあれを仕入れようと提案している。私のように仕事場に一人で暮らして、朝食は自炊しているものには、いつも温かいものが食べられることになるので、これには素直に賛意を表しておいた。朝飯。 いくたびか書いたことだが、私は朝飯は自分で作って食べる。ベーコンかハムと卵に生野菜、パン一切れかオートミールに牛乳という献立で、十年以上も飽きずにやってきた。家族とは別に仕事場で寝起きしているのだから、朝の自炊はやむを得ないし。 それはすっかり身についた習慣になっていたのだが、このごろはそれが面倒になってきた。ベーコンやハムを炒め、卵をフライすると考えるだけで食欲がそっぽを向いてしまい、つい牛乳2本くらいでごまかすような場合が多くなったのである。朝起きるとすぐ仕事にかかるという習性が、 原因かもしれないし、老狂に入った証拠かもしれない。もしも後者だとすると、ばかげた話で、去年寄ってたかって私のことを、六十だ六十だと言い張ったジャーナリストたちの責任だと思う。けれども、今朝はベーコンエッグを食べた。これが続けば、ザマあミロである。 旧帝劇の回想。少年の頃だからはっきりしないがまず思い出すのは女優劇であり太郎冠者作の「今日もコロッケ明日もコロッケ」というあのオペレッタであるそれがなんと森律子たちと先代の松本幸四郎が歌ったのだから今思い出すと まことにお道くという他はない。それから、おてくさんくらいだろうか。もっとも、おてくさんの曲はイタリーのもので、登用したものであり、本当は帝劇ではなかったかもしれないが、人さかりすぎるとあっけなく消えたようである。その次は、ロシアからオペラ団の来たときだ。大変な好評で、 劇場の周りに観客の列ができた何回目かに私もその列に加わっていたが場内のオペラが外までガンガン聞こえてくるのに驚いた中でもブルスカや夫人のカルメンの声は今でも忘れないのである帝劇は舞台が狭く斜め花道で向こう花道はなかった そのために帰って観客の気持ちが舞台へ素直に入っていけたようだ。ここに舞台と観客との微妙な相互関係があるのではないか。いたずらに舞台の間口だけ広げることは、客の感覚をはぐらかすばかりのように思うが、どうだろうか。無論、そうでない場合もある。 いつか成果試作の玄北と長英を仙台の孔子郎と仙台寛也で演じたことがあった。仙台孔子郎はセリフを覚えないことでは第一人者だった。どの舞台でも千秋楽まで黒子が付きっきりであったが、玄北と長英のクライマックスは二人だけで喧嘩をするのであり、 早い重ね台詞が続くのだ。勘矢を組み伏せた孔志郎は、例によってセリフが出ない。先代の勘やは、リフ回しのうまい人で、組み伏せられたまま、早台詞をポンポンと投げかけるのに、孔志郎は、うううう言うばかりで、プロンプターがセリフをつけても、それが容易に口から出ないのである。 これが他の劇場だったらどうにかまじくないたかもしれないが、帝劇ではそうはいかない。舞台が狭いから隠しようがない。私はいくたびも吹き出したが、帝劇の客はおとなしく上品なので、くすっとも言わずに黙って見ていた。それで思い出したのだが、帝劇の客と小引き帳、 歌舞伎座の客とでは、全く種族が違っていた。ある時、孔子郎や梅孔や菅や皆先代、たちが小引町へ客演に来た時、同じ舞台に出ていた先々代、右左衛門が、見えを切った時、大向から、たやーという声がかかった。正確には、 立花屋だろうが、掛け声というのはみんな、たやーっと聞こえるのである。すると、うざいもんが手を振って、みねえ、あの声で芝居になるんだ。丸の内じゃ、拍手をするだけじゃねえか。小引き町へ来ちまいなよ。と言って、大いに客を沸かせたことがあった。丸の内は、 言うまでもなく劇。「これは演劇とは縁のないシに属するのでこれを進めるわけでは決してないただ劇場についている客室の問題を取り上げただけにすぎない昔のとは違って今度の新帝劇は気候も新しく全体に現代的な美しさで統一されているようだ しかし問題はどんな芝居をやっていくかということだろう。少年の頃から色々な小屋を見てきたが、定劇ほど経営者の幾変遷した小屋も少ないうちに入ると言っても過言ではないと思う。少し残酷なようだが、新定劇の新しいスタッフ書士の負担の重さに頭を下げるのみである。 祝辞を述べるはずのところ、なんとなく締めっぽいものになってしまった。祝辞は他にいくらも述べる名詞がいることだろうから、私はこの辺で揚げ幕へ引っ込むとしよう。新定劇プログラム、昭和十一年十月。我が野鳥たち。 私の仕事場は丘の上にあり、山ぶどうと呼ばれるエビズル草や、ノイバラや、山いちご、ゴ、クワ、みかんや夏みかん、あアケビ、野生のイチジクなど、かなり多くの果実がなる。そのためだろうか、四季を通じていろいろな野鳥がやってくる。私はあまりそういう方面の知識がないので、 正確だと保証することはできないがおよそのところを記すとうぐいすおながこるり奇跡霊古樹形目白ほうじろつぐみかけすあおじひたきそしてそれらを襲うチョウゲンボウなどであるおながとつぐみとは親しいつきあいだ 仕事場はガラス戸しか閉めないので、いつも外からは見通しなのだが、本を読むか下手な原稿を書いていると、ガラス戸をコツコツ叩く音がする。私はよく表に情をかけて仕事をするので、書者の若い人たちは庭から訪れることがある。見つかったかと思って目をあげると、帽社の人が、 にやにやしているので老媒するが、そうでない時は、おながかつぐみの訪問なのだ。春はおながであり、秋から冬にかけてはつぐみである。我が仕事部屋には、しばしば優雅なる女性の客があるが、つぐみの訪問していることを告げたところ、そのうちの一人の女性は、いそいそとし、 焼き鳥にして食べてしまいましょうよ、と、むきになっていった。また、もう一人の女性は、ガラス戸に止まっているおながを見せた途端、明日あたし、網を持ってきて捕まえてやると宣言した。鳥には羽があるんだぜ、と言いながら、私は、これからは決して彼ら、または彼女たちの訪問を、 女性には知らせまいと心の中で誓った。経営者のケイ君の説によると、お長は人懐っこい鳥だそうである。飼いやすいし、人によくなれ、いろいろふざけたこともしてみせるそうだ。ケイ君は実際に飼っているのだそうで、こちらに反論のしようはないが、私のところのガラス戸に訪れてくるのを見ても、 それが誇張でないことは、およそ理解することができた。それが彼であるか彼女であるか、私には判別ができないけれども、ここでは彼として、私の仕事部屋へ来ると、ガラス戸の戸の山に泊まり、コツコツとくちばしでガラス戸を叩く。私は、某社の記者でないことにほっとし、ペンを置いて問いかける。 何か用かいと私は言う。恋人が欲しいんならここにはいないよ。よそを探すんだな。道に迷ったのかと別の時は言う。君はどこへ行きたいんだおながドは私を見、左を見、右を見る。少しも落ち着かず、 ガラス戸を叩いたり、上下左右に警戒の目を怠らない。私はため息をつく。道に迷っているのは俺自身だ。と、私は両手で目を覆いながら思う。道に迷った。とんでもない道に迷い込んだと。そんなことを思っているのが通じるかどうか。 おながどりは、道場かげに私を眺め、それから庭隅の藪へ飛び去るのであった。道場かげにというのは、もちろん私のその時の心理状態によるので、時には小獣とのような意地悪い目つきで、いい君だ、せっかくジタバタしろ、とか、お前さんなぞはもうお釈迦だ。 人間は引き際が大事なんだぜ。などとあざけり笑うように感じられる時もある。どうにかしてくれないか、と心から呼びかけたことがある。俺をどこかへ連れて行ってくれないか。俺はもう高三だよ。どんなに親しい友人にも言えないことを。 相手が人事を返さない鳥だから言えるのであろう。お長にはそういうところがあると思われるのだが、つぐみは忙しそうで少しもおっとりしたところがなく、ガラス戸をたたいてもすぐにやぶのほうへ行ったり、また戻ってきてガラス戸のさんに泊まったりするだけで、こっちの話しかけにはちっとも相手にならない。 なぜそんなにちょこまかするんだと、ある時私は言った。どうせ一生は一生だぜ。もう少し落ち着けよ。落ち着かなければならないのは、私自身なのだ。一生は一生。私にも人生を二度生きることはできない。この一生を精一杯生きろ。 という呼びかけであり、考えてみると、自分自身に対する呼びかけだ、ということに気がつくのである。うぐいすについては、初見がよくご存じであろう。正月の中旬ごろから泣き出すが、幼稚園児のように、清潤で無知で、うぐいすらしい泣き方ができない。恥ずかしそうに、ほほ、 きょきょなどと泣き、恥ずかしそうに黙り、しばらくすると遠慮がちに、同じような鳴き方をし、決まり悪そうに黙る。そうして、ようやくうぐいすらしい鳴き方ができるようになると、どこかへ行ってしまうのである。今は、ひたきの訪問が多い。色華やかな羽毛は、その小さな体育には似合わない。 鳴き声も繊細で美しい。この間、写真家の秋山誠司が来たとき、ちょうど庭先の枯れた朝顔のえだけの上に泊まったので、試みに聞いてみたところ、彼はすぐに滝だと言った。もっとも彼には滝を飼っている友人があるので、ほかの野鳥はわからなくとも、この鳥だけはわかるはずであった。 古樹系、朝鮮うずらというこの鳥は、家族制度を守っているらしい。しばしば庭に現れるが、秋が繁殖なのだろうか。母鳥が大抵二三羽の雛を連れて現れ、こまめに餌をついばむ。父鳥は警戒役で、休みなしに空の上や左右に注意を配っていて、 自分が餌をついばむことはほとんど見られない。まことに身につまされるので、男というものは、鳥類でも同じなのだなと思い、極めて親近感を抱くのだが、どういたしまして、妻やひなどりを帰らせた後だろうと思うが、仕事場の向こうにあるぼさぼさしたやぶへやってきて、表現しようのない機械の声で、 私をからかうように叫び出す。もずどりといざこざの続いたことは、前に一度、どこかに書いた。その時の経験で、彼らにはかまわない方がいい。相手になると面白がって、いつまでもからかうが、こちらが黙殺し、何にも聞こえないというふりをしていると、おそらく面白くもなし、 はりあいもなくなくるだろうしばらく知らん顔をしているとつまらなそうに飛び去ってしまう人生にもよくこういうことがあるものだなどというつもりはない私は単純に我が庭へ訪問してくる野鳥たちがあること彼らにはそれぞれの個性があり 鳴き方や飛び方も一様ではなく季節や天候の移り変わりを見せてくれるということだけを記したかったのである超ョウという凶悪な鳥についてはまたの機会に書いてみたい朝日新聞 PR 版昭和三十九年十二月 酒みずく私は今2週間以上も酒びたりになっている今書いている仕事のためとは言わないけれどもこの仕事は半年も前から計算し精密なコンティニューティーを作りそれを交響楽と同じオーケストラ形式にまとめ上げたそうして書き出したのだが 作中の人物は半年以上もの付き合いであり、誰が出てきても皆な古なじみで、小さないぼやあざや、飯の食べ方や笑い声までがわかっていて、その男、または女の出番になると、うんざりして机の前から逃げ出すか、酒で神経をしびれさせるほかはなくなるのである。 いいろいろ狼狽してみた三浦半島へ行ったり藤沢でだらしない遊びをし二人の大切な友人に迷惑をかけたりまた華やかな町でいつ日も沈没したりしたはたから見ればこれらは楽しいぜいたくとしか映らないだろうが当人は一国一国が死ぬ苦しみなのだ。 声に出して、ああ、死んじまいたい、とのたうちながらわめいたこともあった。酒水くという吉井勇の歌があった。酒びたりになるほかに、この世に生きている価値はないというような意味の歌だったと思うが、もちろん正確ではない。違った意味の歌だったかもしれないが、今の私には、 そうとしか思えないし、今の自分をそっくり表しているように思えるのだ。朝は大抵七時前に目が覚める。すぐにシャワーを浴びて仕事場に入るなり、サントリー白札をストレートで一杯。次はそうだか水割りにしてすすりながら、下手くそな原稿に取りかかる。 原稿はずんずん進むけれども実感がない。嘘を書いているようで体中に毒が詰まったような不快感に包まれてしまう。私はそれをなだめるために水割りを重ねテープレコードの古典的通俗的な曲をかけるかベッドへ潜り込んでしまう。いっそこの瞬間に信んじまえばいいのに などと一人つぶやきながら念には及ばないだろうが死にたいなどという人間ほどいざとなると死を恐れるあまりジタバタと未練な終態をさらすものだというどんな死に方をしようと人間の死ということに変わりはないのだが世の人々はそこに大きな関心を持ち方変をあげつらう やがて自分たちも死ぬのだということは忘れて。さて、昼になるが食欲は全くない。そこで客が来れば大いに寒暖してグラスの数を重ね、来なければ陰気な気分でやはり水割りのグラスを重ねるわけである。どうにもやりきれないときにはしきりに電話をかけて友人を呼ぶのだが、 皆仕事を持っているのでなかなか運とは言わない。人間はいつ死ぬかわかりゃしないのに、と私は一人でつぶやく。そんなに忙しがって何の得があるんだろう。みんなあんまり利口じゃないな。仕事に関係のある友人以外には会わないことにしている。 演劇、映画、放送局の書士にも原則として合わない。これらの書士は私がどう抵抗しようと愛想よく笑うだけでやりたいと思い決めたものは必ずやってしまうのである。これでは会って酒を飲み大いに語ることはお互いの時間つぶしに過ぎないし、こちらは一杯食わされたような気分になるだけだからだ。 自然、友人は仕事関係の若い人に限られるし、彼らは仕事の方が面白いから、私のような下り坂になった作者に会うのは気伏性なのだろう。そこで私はまたグラスを重ねるか、街へ出かけるかするのである。午後四時になると、かみさんが晩飯の支度をしに現れる。 私は相当以上に酔っているし、依然として食欲はないが、我が伴侶の現れたことで勇ましくなり、原稿を片付けて、まずビールを開けてもらう。本当の気持ちはそれどころではない。渋滞して動かない仕事、その仕上がりを待ちかねている若い友、さらにその若い友の後ろで舌打ちをしている偉い人。 その他もろもろの印刷工場の食事さんの顔までが目の前から離れないのだ。もうギリギリですとか、何をうだうだしているんだとか、どうせろくなものも書けないくせに、などと怒っている人たちの声まで聞こえるように感じられるのである。私のかみさんは、 料理の名手で、特に数種の洋風料理では一流コックをしのぐ腕前を持っている。これは私ののろけではなく、若い友人たちも認めるところであるが、待てよ、彼らは私がうまいというので単に調子を合わせているだけかもしれないぞ、などと思いながらビールをやめて、 また水割りに変えるのである。私の胃は、米とは不和で、パンかコーン類かオートミールかポテトを好む。一日一度の夕食を簡単に片づけると、一時間ばかりベッドに潜り込み、起きるとまた水割りをすすり出す。かみさんは、十時か十一時に自宅へ帰るが、 あとはまた一人で水割りの恋いのをすすり、睡眠剤とよいとで目を開いていられなくなると、ようやく寝床へ潜り込むといった具合である。それで終わればいいが、夜半過ぎてから訪問客があるのには並行する。優雅なる女性が一人、時には二人連れで悠々と侵入してき、伝統をつけて、 私の醜い寝顔を鑑賞し、その気配を感じて目覚めると、謝罪めいたことを言って景気よく飲み始めるのだ。10月に2週間ほど酒をやめたことがあった。友人が目の前で飲んでいても欲しくないし、水が何よりうまいこと、そしてそばのうまいことを知ってびっくりした。 もんまよしひさから教訓されてそばを食べ始めてから五六年になるだろうがこれまではいっときの腹ふさげでしかなかったそれが初めてそばとはうまいものだということに気づいたのであるだがそれはそれだけの話だ水がうまいことに不思議はないしそばがうまいことも 昔から分かりきっていたに違いない。そんなことに感心しているより、仕事の方が大事である。それには、無駄な神経を殺し、仕事だけに打ち込むことだ。健康を保って、十年生き延びるより、その半分しか生きられなくとも、仕事をする方が大切だ。こうしてまた、 酒水くに戻ったのである。もし、宮田新八郎がこれを読んだら、さぞいい気分になることだろう。いつか A 社の週刊誌に、私の養生法というのを書いたとき、宮田新八郎は全く信じられないという筆ぶりで、今度は不養情報を書いたらどうだと言ってきた。 従ってこの項は十分に彼を満足させるだろうと思う。林美子さんが急死された時、ジャーナリズムが殺したという表が広まった。冗談ではない。作者はそんなものに殺されはしない。作者は自分の小説によって殺されるものです。朝日新聞 pr 版昭和三十九年十二月。